こんにちは。そっか、じくるこぼです。まあ、ロスジェネ世代と言われて、久しいわけなんですけども、私も49歳、間もなく50歳になるに従ってね、うん、ロスジェネ世代ってなんだろうなぁと思うわけですよ。実は先日ですね、えー、と85歳の方に、私、メッセージをお電話でいただきまして、その内容がですね、お前、ロスジェネ世代、ロスジェネ世代って言うけどなん、何、ま、だ、あ、?85 歳の、 わしのロスジェネ感覚をお前ちょっと教えてやろうと。生まれた時に戦争があり、食べ物がなく、毎日のように空襲があり、友人、知人、近所の人は毎日誰かが死ぬ。学校になんて行くことはないし、将来は軍人になれと言われる。そんなもんなのかなと思いながら生きてると、戦争が終わり、物がなく、食べ物もなく。そして当然だけども、 就職も学校もないよと。青空教師ってわかるかえ。二、ね、三日、飯を食わなくても死ぬことはない、水でも飲んでろっていう風に励まされ、みんなそういう風に考えてるのかなと思いながら、すきっぱらを抱えて、戦災工事となって、そして傷病兵として、うろつく、戦争から帰ってきた兵隊さんたち、手や足がない。それは日常茶飯事だった。ちょっと落ち着くと高度経済成長。 朝汚し,しで働く自分たちに休みはない給料は安い安全管理もなされなくてそして保険という概念もその時はなかったちょっとお金が貯まると預金課税みたいなのが出て貯金に9割の税金がかかる金持ちになるなんてことは夢のまた夢でとりあえず腹いっぱい食べたいと思うけども食べるものはお腹にあんまり優しくないうーんギブミーチョコレートといって ジープを追いかけて走り気がついたら高度経済成長が絶頂期を迎えてオリンピックしかしオリンピックに行くような暇も余裕もなかったさらに気がつくとなんか世の中景気がいいらしくってバブルとか言ってたでも自分のところに豊かさなんて全くなくってふと気がつくとデフレ経済そして老後2000万円問題と言うけれども2000万なんて見たこともないし そもそも100万の貯金すらしたことがないまま85歳。自分の人生何だったんだろうなと目先の食べ物、今日一日を生きるだけで必死だと思って、さあ明日には落ち着くんじゃないかなと思ってその日が来たと思ったら85歳。もう看護ケを選ぶ時代だよと。そこにな、YouTube みたいなものを見てみるとお前らが自分のことをロスゼネだっていう。そうか わしらは、どんなロスジェネだったのか、お前らに教えてやるけども、ロスト人生だよ、なんてことをね、言ってましたね。まあちょっと若干、今の話し方、まとめ方には語弊があると思いますけども、でも大体そんなこと言われてましたね。あーなるほどなぁ、と思うところは思うんですけども、でもその話はその話で、非常に、まあ同情に深いものはありますけども、でもそれとは別に私たち、40代、50代は、 現代の苦しさに格闘してるんだよというところはね、どうしても拭えないんですよ。確かに世代は違ってもその世代の苦しみや地獄っていうのはあるんでしょうね。で、今、10代から30代の死因のナンバーワンが、まあ、自らお亡くなりになっているということです。そうなると、40代、50代よりも、もうね、自分の人生に希望が持てない 今の30代以下の方ってのは、それはそれでロスジェネなんだろうなっていうふうな解釈も成り立つんで、なんだ <laughs> 全年齢、ロスジェネじゃねえかみたいなね、ロストジャパンかって感じでございますけども、まあその話はね、この辺までにしといて、まあ生きがいっていうのは何でしょうね。生きがいっていうのはなくちゃいけないんですかね。生きがいがないのに、別に生きてるじゃないかって言われたら、ああ、そうだよね。 って形になりますけどもじゃあ生きがいがある人生きがいがある人に聞いてもその生きがいっていのをね思い出せるのってたまになんですよねなんか辛くて苦しいことがあった時にいやここでくじけたら家族がいるからとかね大好きなあの子の笑顔を見たいからみたいなね結局生きがいって持ってる人ですらたまにしか思い出さないんですよ。こうやってて私の動画を見てる時に 自分の生きがいを常に胸に抱きながら生きてる人ってあんまりいないと思うんですよね。いや私も改めてね「お前の生きがい何?」っていうふうに聞かれても「そうだな」って考えて「うーん強いて言えばこれとこれかな」っていうふうに答えていく程度なんですよね。だから生きがいってあってもなくても結局生きてんじゃないのみたいな。逆に死に甲斐と言ったら変ですけどね。 死んで花見が咲くものかって昔から言いますけどもその通りで死んだらゲームセットってもう何もないんですよだったら少ない可能性を感じながら生きていた方がまだましかなと生きがないがいがないっていうのはねどういうことかっていうと、まあ、例えば想像してみていただきたいんですけども両手両足を失い視力を失いっていうことが10秒後に起きたらどうですかね まさにものすごく怖いです,ね怖いですよねまあそういう風うになったことを想像したら今の方が全然まだ可能性あるよねっていう風に感じることができますまあ極端な例えのような気がしますけども実際にそういう人が生きているという現実もあるんですよね手がない方、足がない方、視力がない方うんやっぱりそれぞれ生きてるんですよ じゃあ生きがいは何ですかって聞いたことは私もありませんけどね生きがいがあろうがなかろうが生きているっていうところは変わりないのかなとこの生きがいって言葉もねなくてはならないっていうふうな脅迫観念みたいなものが私たちにあるのかな何のために生きてんのって別に何のためにはなくたっていいだろうがってうね <laughs> 生きてんだからしょうがねえだろうみたいなねそんなこともあるかもしれませんで将来は すごく不安に思われるもんですよね。これ、ロスジェネ世代の将来って結構怖いと思うんですよ。ところがね、40代、50代以外の世代に聞いても、将来は全員怖いらしいんですよ。100人中100人がみんな怖いと。金持ちも将来は怖いと。ね。モテモテの、ね、あのアイドルスターも将来は怖いんですよ。むしろ人生に絶頂期があればあるほど、それを全て失ってしまう将来ってのは、 みんな怖いいらしいですね、うん、だから全員怖いから将来のことを普段考えてないような感じです。だって将来っていってもね明日も将来なら10日後も将来です。来年も将来なら10年後も将来30年後も50年後も100年後も将来なんですよ。じゃあどの将来が怖いんですかって考えた時に100年後の将来って怖いですかね 明日とこういうふうに厳密に考えてみると私たちの恐れる将来への不安っていうのは最も辛い時を想像して例えば臨終のとこ88歳89歳の自分を想像した時にあそれは怖いよねって思ってるだけなんですよ。じゃあね150歳の自分を想像して怖いと思ってますかそれとも 30日後の自分を想像して将来不安だなと思ってますかだからね最も自分の不安に思うような将来を引っこ抜いてきて将来が怖いっていうふうに考えるのか、まあ、それともね将来にもいいことはあるよねって考える方法もあることあるんですけども例えば私が50歳になる将来もう数か月後に来ますけども その時を自分が不安だなぁと思うのか50歳の誕生日には誰かが祝ってくれるかもしれないなというふうなね将来を想像してニヤニヤするかどちらにしても一瞬の将来の抜き,抜き出ししかないんですよだからね将来への不安ってあまりにも抽象的で将来はとりあえず不安に思うもんなんですよね、うん、だから そこまで深刻に考えることによって今も不安になるよりも将来の不安は将来に任しとけばいいんじゃないかなと思います。うん。そして人はですね居心地のいいところを結局求めてそこに鎮座してるんですよ。ロスジェネ世代が何の行動もしないっていうふうにね考える。そういうこともあるでしょう。結局ロスジェネ世代は 三年経っても五年経っても何も変わってないよと考えることもあるでしょうでも同じところに留まるという行動を起こしているとも言えるんですよ、ね、人生逆転を考えるのが苦痛なら逆転を考えないという心地よさもあるんですよねそれがベストの選択であるかもしれません人生逆転のために行動するのは確かにねものすごく大変だし階段を登ろうとすると疲れるしだったら今のままでいいよねと なんか頑張ってね金持ちになる道があったとしても、まあ、頑張って金持ちになりたくないよって選択があるんだったらその選択はせ責められるべきではなくて尊重されるべきかなと思うんですよだってね婚活ってのもありますけども婚活疲れってのもあるわけですよじゃあ自分が結婚しなければならない結婚したいけどもしたいんだけどもそれをしないとしたら 人生の全部を失うかっていうふうに考えたらそうでもないとただ一つ結婚という選択肢を選ばなくなるだけで個人的には結婚したいなぁと思っていたとしても恋愛したいなぁと思っていてもこれお相手の必要なことですからねそうなるとお相手に恵まれなければ相手のいない状態での人生や恋愛を考えていくっていう別の選択肢を取るしかないわけですよだってね夕食にカツ丼が食べたいって言ってももう カツがな、ね、なけけれれば、ね、食べれないわけですからじゃあご飯に醤油かけて食べましょうかって話になるわけですよね。そうやって飢えをしのぐ。まあそれも人生のたくましい選択なのかなと思うんですよ。はい、まあくよくよね悩んでもしょうがないし人間は悩む生き物だし感情がありますから喜怒哀楽いろんな方向に揺れるのは仕方がないと思うんですけどね。でも人には面倒くさいいいとかか恥ずかしいっていう そういうい、まあ、感情もあるわけですよだから自分の人生をより良くしようとするのが面倒くさいと思うんだったら面倒なことはしなくてもいいし自分の人生がもっと良くなるためには恥ずかしい思いをしなくちゃいけないと思ってその恥ずかしさに耐えられないんだったら選択しない方がいいですよね。うん、だから人生にはこうでなければならないっていう別にモデルはないわけですよ。 ななんとなく生きてそのまま人生終わる、うん、そのぐらいなんじゃないかなと全然大差はないんですよ生まれて生きて死ぬとこのプロセスだけ見るとみんながこれをね使ってるわけなんですよねじゃあ家族がいたら幸せなのかそうとも限りません家族を手に入れたら家族をうまあドライブしていくね運転していく技術も必要なんですよ家族がいたがゆえに不幸っていうのも散々あるわけですよね まあ独身っていうのが結婚よりも劣るかって言ったらそんなことないですからね。結婚していても悩みは絶えませんし、独身でいても喜びを見つけることができますし、これがあれば自分の人生は幸せなんだっていう、そんな単純なものではないんじゃないですかね。むしろ自分が幸せであるというふうに自分が決めてしまえば、 他者からどのよよううに見えようと過去の自分からどう見えようと未来の自分からどう見えようとそれは自分の掴んだ幸せになるではないかなと思うんですよ別に幸せ合戦するわけではないんでね俺はこんなに幸せだよとかね俺はこんなに大変な思いしてるんだっていう風に誰と張り合ってもしょうがないですからね自分がどう自己納得するかだと思うんですよそして自己納得できない理不尽な時にはひどい集中を受ける 不合理な人生も自分一人ではなくて多分生きてる人みんなが感じている生きることへのまあカルマなのかもしれませんよねまあそういうふうにねあの自らに何回も何回も問いかけていくと結局答えは出ないんですよねその答えが出ないことが当たり前なんだと思うか答えが出ないから不安なのか不安だと思うのかまあここにもねうんまあ深刻な なんか考えが浮かぶかもしれませんけども、まあ、そもそも真面目に考えれば考えるほど人生はどちらかというと深刻になってくるんですよねなぜなら私たちは自分の人生すら操れていないからなんですよこれはどんな人でもそうですなんで金持ちが豪邸に住んで金庫を買うのか不安だからですよねお金持ちになって別に路上で暮らしてもいいのに なんで頑丈な家に住んで、警備員を雇って、自分の資産を保全するのか。実は持てば持つほど怖くなる。上がれば上がるほど、落ちた時に死亡する確率が上がるんですよね。はい。まあこんな感じでね、平和公園でホームレスを2年間して、そして現在、自ら考えた隠居というね、暮らしをもとに YouTube 放送している、まあ私が考える、 まあ生きがいって何だと、ロスジェネって何だってことをね、つらつらと申し上げましたけども、私も回答がありません。えそして、不安なんですよ。不安だから、私の場合は、行動します。とりあえず、お金を稼いでみます。不安だからね。でも、稼いでも別に不安が消えるわけではないんですよ。不安を考えないようにしてるんですよね。考えないようにするために、 とりあえず面白い漫画を読んで頭の中だけでもね喜びとそれからまあなんて言いますかね思考によって自分を麻痺させてるような感じですかねうん、まあ、とりあえずそんなとこですねまあうまいコーヒーを飲めるのは生きてるうちだから、まあ、せめてコーヒー飲みたいなと思うときにコンビニに行って 100円のコーヒーが美味しく飲める。まあそのぐらい、そのぐらいの平和があったら、差し当たってはいいかなと思うところですね。これからだから、何度かの転落が私にもあるでしょうね。うん、まあでもね、私たちがもし、貧困である、ロスゼネである、将来への 絶望感っていうことを考えた時にうんじゃあロシアの人々ウクライナの人々はどうなのかなとかね北朝鮮の人々はどうなのかな中国で共産党に支配されてる人々はどうなのかなってことを考えるとなんか私たちの考えてる不安って人類全体の不安なんじゃないかなって気もしますね。だから不安だかから人は何かを発明したり どこかに向かおうとしたり宗教を編み出したりそういうことなのかな、うん、はいということでねつらつらと申し上げました、まあ、こんな感じで今日も生きております一旦失礼します